ハンスルターは、ドイツ国の法律家、財政家、政治家。バイマル共和政治代の1925年から、翌年まで、ドイツ国首相を務めた。ベルリン生まれ。キール大学、ジュネーブ大学、ベルリン大学で法学を学び、1904年に法学博士号を取得。卒業後は、管理の道に進み、マクデブルク資産次会員やエッセン市長を務める。 1922年、ドイツ人民党よりの無党派閣僚として、ビルヘルムクーの内閣に、食料、農業大臣として初入閣。第二次、シュトレーゼマン内閣で、財務省に転じる。ヒャルマルシャ派党通貨委員に登用し、ハイパーインフレーション後のドイツ通貨の安定に努めた。百二十五年一月、中央党、ドイツ人民党、ドイツ民主党のほか。 初めて右派民族主義政党であるドイツ国家人民党が加わった連立内閣を組織し首相となる。首相として議会の権限制限を図った。1925年10月にロカルノ条約調印に反対した DNVP が連立を離脱し少数与党内閣に転落。1926年5月に国旗をめぐる対立で連立が和解し、 退陣した。1927年 DVP に入党。1928年には文献家を主張する国家刷新同盟を設立。1930年3月から1933年3月までドイツ帝国銀行総裁を務める。1933年に政権に就いたアドルフ・ヒトラー内閣の雇用創出政策は支持したものの 通過政策で対立して更迭された。彼の公認としてシャハトが再任した。直後から1937年まで中米ドイツ大使を務める。1933年にニコラス・バトラー総長の招きでコロンビア大学で講演し、ヒトラー首相の平和的意図を強調した。1937年の中米大使退任後は引退生活に入った。 第二次世界大戦後は西ドイツで銀行設立や州区分の確定に関する諮問委員を務め、デュッセルドルフで死去した。ありがとうございます。